このスタートが、和音でくるんですね。特にここで6度って、非常に1度から6度に行く直接的な特徴的なこう響きがあるんですけども、でここも気をつけなくちゃいけないのは、このこれはずっと同じなんですね、5つ。ところが間のそう変化音がこっち、右手はシシドシシ、左手はミミドミミ、この変化音のあの変わり具合で色が変わるんですね。それをポン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 、この音ってやっぱりすごく降って、あのちょっとこうあなんつかな不可思議な音ですよね、これをあの表現したいですね。それに対してドロ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 っていうこうあのしっかりじゃないですよね。でしかも妖精ってあのちっちゃくてキラッとしてちょっと羽が生えててみたいな、ちょっと見える方には見えるみたいですけども、なんかいたなと思うとまたパッと消えてまた他にポンっていくような感じだから、ちょっとこう得体が知れないというか、目にこうガッと見えるものではなくて、なんかあれと思ったら次の瞬間いなくなったり、また次の瞬間出てきたりみたいな、なんかそれがすごくこの、 あの一節で語り継がれてますよね。だからあんまりなんかしっかりとっていうよりも、まあピアニッシモなんでそんなしっかり弾く人いないと思いますけども、最初のこの印象ってすごくポン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 、トロ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 、こんな感じです。これ弾いてください。頭の、4小節だ。あ、4小節、はい。この中で、まあ、聞いてた時にチャン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 って、まあ、本当は連打すればいいのにポコッと変わってるんですね。これがパーポコッという感じですね。でこれがですね、Aモールの曲ですと6度っつって、1度っつのがね山の頂上 で6度っつのは山から降りてきた1度の仲間なんですね。まだてっぺんの方にいるんですけど、それがね一旦下に降って降りたのにまたパッと上に戻ってるんですよ。これが妖精、宙に浮いてるから。だからそういう感じでいくとラッタ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 で、表現の仕方は2通りあるんですけど、どちらにしてもこの音ってびっくりするんですよ。だからちょっとびっくりマーク書いておきますね。あ、びっくりマークってクエスチョンマークじゃないや、これですね、これでね、驚く音って皆さんどうやって驚かしますか。これこのまま全部同じ調査でちょっと弾いてもらいますね。じゃあ、まあ、ピアニッシモってのはあまり考えないですけど、そうするとこの音ってこの音弾いた時はいいんですけど、こっちに戻った時にびっくりするんですよ。もう一回弾いてください。せーの、そうするとこの例えばね、こっち来ると普通の和音進行なんですが、ここに戻った時にびっくりするんですよ。ということはラッタドンパッパってやるか、ダンタンパッパンパンってやるかね。でここで4分の3拍子の和音進行、ごめんなさい、リズム進行に支配される。ってことは一拍目が前に出る。だからランタンタンタン、その中の3拍目をえっと音に聞かせた方がいい。